美少女を可愛くかっこよく描くコツ教えます。ということで、こんにちは、斉藤直樹です。今回のテーマはパースペクティブ、パースです。キャラクターを描くときに、かっこよさとか可愛さを増すためには、このパースという概念を理解してキャラを描くことが重要なんですが、皆さんパース意識できてるでしょうか？パースって聞くとね、どうしても、え、上級者向けのテクニックじゃないの、僕にはまだ難しいよって思ってしまう人がいるかもしれませんが、大丈夫です。キャラクターを魅力的に描いていく中で、これを意識するだけで飛躍的にかっこよく可愛く描けるようになるよというテクニックを、実際にキャラを描いていきつつ、お絵描き初心者にも分かりやすくお伝えしていこうと思います。で、何のキャラを描いていくかなんですが、今回はなんとニケさんからご依頼をいただき、新年特別企画に YouTuber として招待されまして、大人気スマホゲーム勝利の女神ニケの中から女の子のキャラクターを描いていこうと思います。勝利の女神ニケは、未来を舞台にしたマルチプレイに対応した三人称視点の背中で見せる美少女たちの週末シューティング RPG です。ポストアポカリプスな世界観の中で、銃を持った少女たちが過酷な世界で繰り広げる熱烈なバトルシーンが魅力的のゲームです。視聴者の方の中にも、すでにプレイしている人も数多くいると思うので、もう言わなくても分かってるよっていう人もたくさんいると思いますが、登場する女の子の可愛さについついダウンロードしちゃったっていう人も多いのではないでしょうか。ニケをまだやっていない皆さんも、お絵描きに役立つ動画なので、動画を見てぜひパース講座学んでチャレンジしてみてくださいね。そんな魅力的なキャラクターが多数登場するニケの中から、今回はグレンちゃんっていうね、キャラクターを描いていこうと思います。今回お題としていただいたのは、新年バージョンのグレンちゃんですね。いや、もうね、可愛さがえぐい。はい、早く描いていきたいです。それでは早速行ってみましょう。パースをつけないで描いてみる。まずですね、キャラを可愛くかっこよく見せるためのパースをあえて全然使わないでラフを描いてみますね。まずは簡単に棒人間を描いて、それに肉付けするようにキャラクターの素体を描いていきます。まあ、ここはね、別の動画でもお伝えしている通りの描き方ですね。そしたらね、この当たりを頼りに、グレンちゃんをまずは簡単に楽程度ですけどね、描いていってみましょう。描いていくときには、よく資料を見ながら描いていきましょうね。グレンちゃんは結構全体的に体のシルエットが出る衣装なので、そういう意味ではかなり絵を描く人にとっては描きやすいキャラクターだと思います。今回のようにパースの練習をする上でも、かなりうってつけのキャラクターだと思いますね。まあね、魅力的なシルエットがバッチリ出ちゃうので、描いていてドキドキしちゃうっていうのはね、ありますけどね。さあ、いや、今ね、魅力的じゃない例として描いていったんですが、ごめんなさい。キャラデザがそもそも魅力的すぎて、普通にね、魅力的な感じになっちゃった気がしますね。いや、でもね、この絵って、立ち絵としては魅力的になり得るんですが、一枚の絵、イラストとしてはこのまま仕上げてしまうと、ちょっとこじんまりした印象になってしまって、ぐっと人の心をつかむイラストにはなりにくいんですね。最近はスマホでパッと瞬間的に絵を見る機会が増えていますので、その刹那の瞬間、一瞬で人の心を捉えるには、もっと魅力的に印象的な絵作りをする必要があります。それができるようになるには、パースペクティブ、パースの考え方が非常に重要なんです。簡単なパースの考え方、まずはですね、パースという概念を理解するために手っ取り早いのは、一番最初にまっすぐな線を引きます。で、その中心に小さな点を打ってみてください。この横線をアイレベル、真ん中の点を消失点と言います。アイレベルというのは目線の高さのことを言い、消失点は奥行きを表す点が全てここに集約する点のことを言います。この点を押さえた上で次に行きます。一点透視図法、まずは一点透視法というパースの考え方。先ほど書いた消失点を中心にして、放射状に何本かグレーの線を引いてみます。そしたら今引いた線をガイドにして箱を描いてみましょうか。薄いグレーが奥行きを表す線になりますので、こんな感じの箱を描くことができますね。ほら、もうこれだけで画面に奥行きが生まれて、立体的な箱が描けちゃいましたよね。これがパースの最も基本的な概念です。ただ魅力的なキャラを描くためのパースはこれだけだとちょっと足りません。次に行きましょう。二点透視図法、次は二点透視法というパースの考え方。
といっても書き始めは一点透視法と一緒。最初にアイレベルを示す線を書いたら、次は小数点を書く点を2点入れます。小数点が2点あるから2点透視法って言うんですね。そしたらさっきと同じようにグレーのガイド線をまた何本か書き入れます。はい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 、こんな感じで、また今書いたガイド線に従って箱を書き入れますね。はい、そうしていくとさっきよりも手前に迫ってくるような立体感を感じることができる箱を書くことができました。一点透視法が記号的な箱だとしたら、二点透視法の方はちょっとリアリティを感じるね、立体的な箱が書けたのがお分かりいただけると思います。となると三点透視法はもっとすごくなることが予想できませんか？はい、その通り。三点透視法はですね、ここに臨場感をプラスすることができます。三点透視図法。三点透視法の書き方はさっきの二つよりもちょっとだけ難しいです。まずはアイレベルを示す横棒を下の方に持ってきます。で、次に二点透視法と同じく小数点を2点書き入れて、そこからガイド線を引いていきますね。はい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 、と。そしたらここから二点透視法と違います。今度はもう一つ小数点を画面上の方に打ってみましょう。わかりやすいように緑で書きますね。で、緑の点からも放射状にパース線を引いてあげましょう。はい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 。さあ、このパース線に従って箱を書いてみるとどうなるでしょう。やってみます。はいはい、と。はい、いかがでしょうか。さっきの二点透視法よりも高さの奥行きが追加して、より臨場感のある立体が描けたのがお分かりいただけるのではないでしょうか。はい、ただですね、ちょっと注意なのは、僕が三点透視法は二点透視法よりもちょっと難しいといった理由です。この緑の点を画面内に持ってきてしまうと、高さのパースがちょっとかかりすぎてしまうので、場合によっては不自然なぐらいパースの効きすぎた絵になってしまうことがあります。なので、この緑の点はですね、こんな風に画面の外に持ってくると自然だけど臨場感のある高さにも奥行きを感じる絵の補助線として使うことができると思います。はい、そこだけはね、注意してみてくださいね。パースをつけてラフを書いてみる。さて、お待たせしました。キャラクターを魅力的に仕上げるためのパースの基礎概念を学んだあなたはもう最強です。ここから今学んだ考え方を取り入れながら、ミケのグレンちゃんをより魅力的に描いていっちゃいましょう。キャラをより魅力的に見せるパースは、さっき学んだ3点透視法を使って描いていきます。今回は腰のあたりに目線を持ってきたいので、アイレベルを下の方に設定して、と、そこから補助線を描いていきますね。そしたら3点目の緑の線を書き入れて、ここからも補助線を引っ張りましょう。さっき言ったように小数点は画面内にあるとパースが効きすぎてしまうので、画面の外に持ってくるのが自然なパースのかかり方になっていい場合があります。はい、こんな感じで準備完了。さあ、この補助線を使ってまずは箱を書いていきましょうか。まあ、慣れている人はこの段階からキャラクターを書いていってもいいんですが、一旦箱を書いてみることで、ああ、ここはこういう傾きがついてるんだな、ここはこういう立体になっているんだなっていうのが視覚的に捉えやすくなるので、キャラをより立体的に臨場感のあるシルエットで描いていくことができるようになると思います。はい、こんな感じで箱が描けました。どうでしょう。なんか割とこれを見るだけでもちょっとワクワクするような迫力のある構図になっているのがもう感覚的にわかりますよね。早くこの上からグレンちゃん描きたくなってくるでしょう。さあ、じゃあ描いていきましょう。今描いた箱に沿ってキャラクターの当たりを描いていきますね。頭、首、胴体、足、腕と人体をイメージして、今描いた箱を人体に置き換えながらキャラクターを描いていきます。まあ、実際にはね、こんな風に厳密に描いていくことは少ないんですが、絵が上手い人っていうのは今描いてきたようなパースの補助線、そして箱の補助線を頭の中だけで引ける人が多いです。なので今説明してきたのは、絵が上手い人の頭の中だけでやっている作業のネタバラシなんですね。いきなり立体的で見栄えがする絵を描きましょうって言われても無理だって思っちゃいますが、こうやって最初は頭の中だけでやらずに、きちんと補助線を実際に描いて、順を追って順を追ってキャラクターイラストに仕上げていく。そうすることで、あ、
自分にもできるかもって思えますし、何よりも上達のためには有効です。すごくおすすめな上達法なので実際にやってみてくださいね。めっちゃ迫力満点の臨場感のあるキャラクターが描けるようになると思います。さあいかがでしょう。三点透視法を用いて高さにも奥行きを感じられる臨場感のあるグレンちゃんのラフ画が出来上がりました。ここまでできればあとはこのイラストに色を塗って仕上げるだけですね。線画から仕上げまで。さあここからは仕上げの作業です。今回はパースを使ったキャラクターの魅力的な描き方なので色の塗り方とかに関しては詳しく解説しませんが、その部分を知りたいという方は他の動画でもたくさん解説しているのでそちらを見てくださいね。勝利の女神ニケは未来を舞台にしたマルチプレイに対応した三人称視点の背中で見せる美少女たちの週末シューティング RPG です。ポストアポカリプスな世界観の中で銃を持った少女たちが過酷な世界で繰り広げる強烈なバトルシーンの数々、これ実写じゃない？と思えるほどの圧倒的なクオリティのグラフィックが印象的で、爽快なアクションや美しい背景美術はもちろんのこと、今後はさらに皆さんの想像の及ばない未知の世界に誘いたいという高い目標を掲げているとのことです。新年のアップデートはグレンだけではなくログインボーナスやゲーム内のイベントの参加でなんと60連以上ガチャが回せます。こんなガチャをたくさん回せるなら初心者でもすぐに強いキャラが手に入りそうですよね。ぜひぜひこの機会に遊んでみてくださいね。いやー今回はこうしてグレンちゃんを描かせていただいているんですが、実は僕以外にも新年企画として YouTuber や Twitch に何人かのクリエイターさんがニケ新年バージョンの実況や音楽コスプレなどをこれからも実施していくようです。詳細は引き続き公式 X よりチェックしてみてくださいね。はい、背景についてもせっかくですから最初に描いたパースに沿って高さを感じられるシルエットを取っていきましょう。今回はキャラクターが主体なので具体的に複雑な建物などは描きませんが、シンプルな模様であってもこのようにパースに沿わせながら文様を描くことで臨場感を保ったままかつシンプルで印象的なイラストに仕上げることができちゃいます。といったところで美少女可愛くかっこよく描くコツ教えます。勝利の女神ニケのキャラクター新年グレンちゃんのイラスト完成です。いかがでしょうか。正面からねパースをかけないで描いた立ち絵も、これはこれでですね頑張れば魅力的なイラストに仕上げることは可能なんですが、迫力や臨場感という意味では少し物足りなさがありました。そこでパースを学んで三点透視法の概念を取り入れることで圧倒的に見栄えよく臨場感があってかっこかわいいイラストを描くことができちゃいます。ぜひこの考え方ご自分のイラストにも取り入れてみてくださいね。今回描かせていただいたグレンブラックシャドウは1月1日からスマホゲーム勝利の女神ニケにて登場しています。この動画を見て興味が出た欲しいという人は概要欄に URL を載せておきましたのでそちらからぜひぜひダウンロードしてみてくださいね。そしてそして今回公式からお年玉としてプレゼントがあります。概要欄にある CR コードを入力することでなんとプレゼントがもらえちゃいます。ぜひこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。